あ、どうも。はい、何でしょう。新郎新婦が両親に挨拶に行く時のマナーを教えてほしいと。はい、あなたは新婦で、あなたは新郎で、私は苦労する意味の新郎、つまり精神的に病んでるんです。そんな私に相談はきついね。はい、まずね、挨拶のマナーですが、両親の家に入ったら挨拶をする。こんにちはって。で、家の中に入ってお茶をもらったらいただきます。で、話が終わって帰るときはさよなら。これは徹底してください。マナーはね、基本なので、知らないと恥をかきます。もしかしたら婚約破棄みたいなことにもなりかねないと。え？それはマナーとは言えない。それはね、捉え方です。捉え方。